皆様、お待たせいたしました。これより令和元年度地球温暖化防止活動環境大臣表彰表彰式を始めます。はじめに主催者並びに本日ご出席いただきました選考委員の皆様をご紹介させていただきます。主催者を代表いたしまして八木哲也環境大臣政務官です。続きまして選考委員会委員長を務めていただきました三橋忠宏様。選考委員会副委員長小林悦夫様。選考委員青柳恵美子様。重雅子様。谷川清様。土屋春樹様。永田義行様。村越千春様。また環境省より近藤智弘地球環境局長です。皆様よろしくお願いいたします。それでは表彰に先立ちまして三橋選考委員会委員長より講評をいただきます。皆さんこんにちは。今日からスペインのマドリードでは地球温暖化対策を話し合う国際会議 COP25 が始まりますね。その成果に大いに期待をしたいと思っております。それにしてもこの数年地球温暖化による気候変動の凶暴化が本当に目に余りますね。猛暑、干ばつ、山火事、大型化して荒々しくなった台風、集中豪雨、それに伴う洪水、土砂崩れ、さまざまな自然災害が日常化し、日本だけではなくて世界各地で荒れ狂い、人々の生活を苦しめ圧迫をしております。温暖化防止活動の果たす役割は、これからもますます重要になっております。本日表彰される皆さんは、温暖化防止活動の最前線で活動されてきた方々であり、さらにこれからの飛躍を期待しております。令和元年度地球温暖化防止活動環境大臣表彰の審査結果を報告いたします。選考委員は環境技術、エネルギー、環境教育などそれぞれの分野の専門家8名で構成し、総合点の高かった事案が選ばれました。環境大臣表彰は平成10年度から実施しており、今年度が22回目にあたります。今回の応募申請者総数は166件。この中から温暖化防止のための優れた技術開発製品化、対策技術先進導入、対策活動実践普及、さらに環境教育活動、国際貢献の各分野で優れた実績を挙げられた団体、企業、個人など36件が受賞者に選ばれました。表彰率は 4.61 倍です。かなり厳しい選考だったと思います。部門別で見ると技術開発製品化部門が6件、対策技術先進導入部門が6件、対策活動実践普及部門が13件、それから環境教育活動分野が10件、国際貢献部門が1件、
合わせて36件ということになります。技術開発製品化部門では年間約1億キログラムの CO2 排出を削減できる大容量変圧器の開発、エネルギー自給自足住宅への挑戦、ゼロエネルギー住宅のためのクールエアコン、木材を多様化した中高層木造建設への取り組みなど、今年度は特に住環境およびその関連での省エネ化、CO2 削減のためのさまざまな画期的な技術、製品開発が多く受賞者として選ばれました。対策技術先進導入部門では、遮熱塗料の開発による CO2 の大幅削減、地下鉄の省エネ化のための高度な駆動システムの開発、温泉灰を利用したヒートポンプ利用、地熱を利用した空調システムなどによる CO2 排出削減など、最新の省エネ技術、再生可能エネルギーの利用に積極的に取り組んだ事例が評価されました。最も応募者が多かった対策活動実践普及部門では、継続は力なりと申しますが、10年以上の地道な取り組みで成果を上げている事例が高い評価を受けました。学生主導の環境マネジメント活動の継続による CO2 削減、製品のライフサイクルすべての過程で CO2 の排出削減、環境負荷低減に取り組んだ企業、カーボンオフセットによる印刷工程で排出する CO2 を実質ゼロにする活動、市民節電所の活用というユニークな方法で CO2 削減に取り組む NPO の取り組みなどが選ばれました。環境教育活動部門では、学校教育現場で温暖化対策に取り組む事例が目立ちました。エコ商品の開発販売を通して環境教育、買い物で選ぶ脱炭素社会の試み、学生教職員一体で取り組んだ自然エネルギー 100% 大学への挑戦、水素エネルギーを活用した脱炭素教育など、新たな環境教育への挑戦が評価されました。国際貢献部門では、マレーシア、インドネシアなどで生産されるパームオイルの廃油を利用したグリーン発電の推進と、それに伴う温室効果ガス削減の取り組みが選ばれました。以上で、私の講評を終えますが、今回受賞された方々の取り組み水準というような全般的に非常に高いものがあり、私たちも勇気づけられました。本日受賞される皆さん、おめでとうございます。ありがとうございました。それでは表彰式に移ります。技術開発製品化部門の皆様、ご登壇ください。ご登壇いただきましたら、ステージのお席にご着席ください。技術開発製品化部門は、 L2 テックと呼ばれる先導的低炭素技術、省エネ技術、新エネ技術、省エネ製品、省エネ建築のデザインなど、温室効果ガスの排出を低減する優れた技術の開発により、その製品化を進めたことに関する功績が認められた皆様です。おめでとうございます。表彰に先立ちまして、お願いがございます。政務官によります表彰状の読み上げは、お時間の都合上、各部門最初の受賞者の方のみ全文を読み上げさせていただき、次の方からは贈賞のみとさせていただきます。ご了承いただきますようお願い申し上げます。それでは八木政務官、お願いいたします。
最初に株式会社コロナ様、はい、株式会社ハセコーコーポレーション様、以上2社の共同受賞の皆様です。表彰状、地球温暖化防止活動環境大臣賞、技術開発製品化部門株式会社コロナ殿。貴殿は地球温暖化防止に関する技術の開発およびその製品化に積極的に取り組まれ、地球温暖化防止対策の推進にあたってその功績は誠に顕著なものがあると認められたので、これを表します。令和元年12月2日環境大臣小泉進次郎代読。ありがとうございます。おめでとうございます。表彰状、地球温暖化防止活動環境大臣賞、技術開発部門製品化部門株式会社ハセコーポレーション殿。おめでとうございます。ありがとうございます。おめでとうございます。では記念撮影です。受賞者のお二人は八木政務官を囲んでお並びください。はじめに正面のオフィシャルカメラから参ります。はい、晴れの日の喜びを笑顔に。はい、では写真撮影者の方どうぞお撮りください。はい、おめでとうございました。ありがとうございました。受賞のお二人はどうぞご講談ください。政務官そのままお待ちください。ステージの下で係が賞状をお預かりいたします。続きまして積水化学工業株式会社様、表彰状、積水化学工業株式会社殿。以下どうもおめでとうございます。ありがとうございます。では記念撮影です。はい、はい、にこやかな笑顔でどうぞ。はい、はい、写真撮影者の方どうぞ。はい、そうだ、ありがとうございます。はい、おめでとうございました。続いて大東建託株式会社様、表彰状、大東建託株式会社殿。以下どうもおめでとうございます。どうもありがとうございます。記念撮影です。はい、では写真撮影の方どうぞ。はい、おめでとうございました。ありがとうございました。続いて株式会社ダイワテック様、表彰状、株式会社ダイワテック殿。以下同文でございます。おめでとうございます。ありがとうございます。では記念撮影です。はい、同行の方お取りください。はい、おめでとうございました。ありがとうございます。ありがとうございました。続いて
株式会社日立製作所様。表彰状、株式会社日立製作所殿、以下同文でございます。おめでとうございます。では記念撮影です。にこやかにどうぞ。はい、投稿の方お取りください。はい、おめでとうございました。おめでとうございます。ありがとうございました。最後に三菱重工サーマルシステムズ株式会社様。表彰状、三菱重工サーマルシステムズ株式会社殿、以下同文、おめでとうございます。では記念撮影です。はい、じゃあこちらお願いします。はい、ご同行の方お取りください。はい、おめでとうございました。以上、技術開発製品化部門の皆様に表彰状をお送りいたしました。政務官一同お戻りください。続きまして、対策技術先進導入部門の皆様、ご登壇ください。ご登壇いただきましたら、ステージのお席にご着席ください。対策技術先進導入部門は、高ジェネレーション、ヒートポンプ、新エネ製品、省エネ製品、省エネ型新交通システム、省エネ建物など、温室効果ガスの排出を低減する技術や製品の大量導入、先導的導入に関する功績が認められた皆様です。では、八木政務官、お願いいたします。最初に愛媛県松山市様。表彰状、地球温暖化防止活動環境大臣賞、対策技術先進導入部門、愛媛県松山市殿。貴殿は地球温暖化防止に関する対策技術の先進的な導入に積極的に取り組まれ、地球温暖化防止対策の推進にあたって、その功績は誠に顕著なものがあると認められたので、これを表彰します。令和元年12月2日、環境大臣小泉進次郎大臣。おめでとうございます。では記念撮影です。にこやかにどうぞ。はい、では同行の方お取りください。はい、はい、おめでとうございました。はい、おめでとうございます。ありがとうございました。ステージの下で係が賞状をお預かりいたします。続いて新那須温泉供給株式会社様。はい、表彰状、新那須温泉供給株式会社殿、以下同文、おめでとうございます。ありがとうございます。記念撮影です。どうぞにこやかに。晴れの日おめでとうございます。
はい、ご同行の方お取りください。おめでとうございました。おめでとうございます。ありがとうございました。続いて東京地下鉄株式会社様、東芝インフラシステムズ株式会社様、以上2社の共同受賞です。表彰状、東京地下鉄株式会社殿、以下同文でございます。おめでとうございました。表彰状、東芝インフラシステムズ株式会社殿、以下同文でございます。おめでとうございました。では写真撮影です。受賞のお二人は闇政務官を囲んでお並びください。はい、こちらお願いします。はい、おめでとうございます。にこやかにお取りください。はい、ご同行の方お取りください。はい、おめでとうございました。おめでとうございました。ステージの下で賞状係がお預かりいたします。続いて中外商工株式会社様、表彰状、中外商工株式会社殿、以下同文でございます。おめでとうございます。ありがとうございます。記念撮影です。はい、素敵に。はい、ご同行の方お取りください。はい、おめでとうございました。続いて株式会社日本平ホテル様、表彰状、株式会社日本平ホテル殿、以下同文でございます。おめでとうございます。記念撮影です。はい、じゃあこちらお願いします。はい、こちらお願いします。はい、ご同行の方お取りください。はい、おめでとうございました。ありがとうございます。ありがとうございました。最後に日本ペイントマリン株式会社様、表彰状、日本ペイントマリン株式会社殿、以下同文でございます。おめでとうございました。では記念撮影です。はい、ではご同行の方お取りください。おめでとうございました。おめでとうございます。ありがとうございます。以上、対策技術先進導入部門の皆様に表彰状の授与をさせていただきました。続きまして
対策活動実践普及部門の皆様ご登壇ください。ご登壇いただきましたらステージのお席にご着席ください。対策活動実践普及部門は地球温暖化防止に資するライフスタイル実践普及活動、地域における効果的な節電に関する実践普及活動、植林活動など地球温暖化を防止する活動の実践普及など継続的な取り組みに関する功績が認められた皆様です。それでは八木政務官お願いいたします。最初に特定非営利活動法人伊万里八亀プラン様。表彰状、地球温暖化防止活動環境大臣賞対策活動実践復旧部門特定非営利活動法人伊万里八亀プラン殿。貴殿は地球温暖化防止対策活動の実践復旧に積極的に取り組まれ、地球温暖化防止対策の推進にあたってその功績は誠に顕著なものがあると認められたので、これを表彰します。令和元年12月2日環境大臣小泉進次郎大同、おめでとうございました。ありがとうございます。では記念撮影です。はい、にこやかにお撮りください。はい、ご同行の方お撮りください。はい、おめでとうございました。おめでとうございました。ありがとうございました。続いて岩手大学環境マネジメント学生委員会様。表彰状、岩手大学環境マネジメント学生委員会殿。以下同文でございます。おめでとうございます。はい、記念撮影です。政府官を囲んでお並びください。はい、はい、にこやかにどうぞ。晴れの日おめでとうございます。はい、ご同行の方お取りください。はい、おめでとうございました。ありがとうございます。頑張って、ありがとうございます。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 続いてエコダイラネットワーク様。表彰状、エコダイラネットワーク殿。以下同文でございます。おめでとうございます。記念撮影です。はい、ご同行の方お取りください。おめでとうございました。おめでとうございます。ありがとうございました。小野薬品工業株式会社様。
表彰状、小野薬品工業株式会社殿、以下同文でございます。おめでとうございます。では記念撮影です。はい、じゃあこちらの上下にお願いします。はい、写真撮影者の方お撮りください。はい、おめでとうございました。おめでとうございました。ありがとうございました。続いて花王株式会社花王エコラボミュージアム様、表彰状、花王株式会社花王エコラボミュージアム殿、以下同文でございます。おめでとうございます。記念撮影です。はい、写真撮影者の方お撮りください。はい、おめでとうございました。ありがとうございました。続いて加藤俊一様、表彰状、加藤俊一殿、以下同文でございます。おめでとうございます。では記念撮影です。おめでとうございました。後ほど映像の DVD データをお送りいたします。続いて京セラドキュメントソリューションズ株式会社玉木工場様、表彰状、京セラドキュメントソリューションズ株式会社玉木工場殿、以下同文でございます。おめでとうございます。記念撮影です。はい、ご同行の方お取りください。おめでとうございました。おめでとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。続いて NPO 玉東エコクラブ様、表彰状、 NPO 玉東エコクラブ殿、以下同文でございます。おめでとうございます。ありがとうございます。記念撮影です。はい、ご同行の方、はい、おめでとうございました。続いて大和ハウス工業株式会社様、表彰状、大和ハウス
工業株式会社殿、以下同文でございます。おめでとうございます。ありがとうございます。記念撮影です。ご同行の方お取りください。はい、おめでとうございました。ありがとうございます。ありがとうございました。失礼しました。続いて株式会社鶴岡様。表彰状、株式会社鶴岡殿、以下同文でございます。おめでとうございます。どうもありがとうございます。記念撮影です。ご同行の方お取りください。はい、おめでとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。続いて日本サーモニクス株式会社様。表彰状、日本サーモニクス株式会社殿、以下同文でございます。おめでとうございます。記念撮影です。はい、ご同行の方お取りください。はい、おめでとうございました。ありがとうございます。ありがとうございました。続いて一般社団法人日本 WPA 様。取っちゃっていいよ。表彰状、一般社団法人日本 WPA 殿、以下同文でございます。おめでとうございます。記念撮影です。はい、ご同行の方お取りください。大丈夫ですか。はい、おめでとうございました。はい、すいません、はい、おめでとうございました。ありがとうございました。最後に馬場雄二様。表彰状、馬場雄二殿、以下同文でございます。おめでとうございます。記念撮影です。はい、ご同行の方お取りください。
い、おめでとうございました。おめでとうございました。ありがとうございました。以上、対策活動実践普及部門の皆様に授与させていただきました。政務官、一度お席へお戻りください。続きまして、環境教育活動部門並びに国際貢献部門の皆様、ご登壇ください。ご登壇いただきましたら、ステージのお席にご着席ください。環境教育活動部門は、地球温暖化について教育資料の開発、情報の提供、学校や市民、企業内における教育活動や普及啓発など継続的な取り組みに関する功績が認められた皆様です。また国際貢献部門は、地球温暖化防止に資する技術移転、指導、教育普及活動、国際会議での貢献、海外での植林など国際的な地球温暖化防止対策活動に関する功績が認められた皆様です。では、八木政務官、お願いいたします。はじめに、環境教育活動部門です。愛知県立南陽高等学校南陽カンパニー部様、はい、表彰状、地球温暖化防止活動環境大臣賞、環境教育活動部門、愛知県立南陽高等学校南陽カンパニー部殿。貴殿は、地球温暖化防止に関する環境教育活動に積極的に取り組まれ、地球温暖化防止対策の推進にあたって、その功績は誠に顕著なものがあると認められたので、これを表彰します。令和元年12月2日、環境大臣小泉進次郎代読。ありがとうございます。おめでとうございます。記念撮影です。はい、ご同行の方、お取りください。はい、おめでとうございました。おめでとうございます。続いて、エコネクトプロジェクト様、はい、表彰状、エコネットプロジェクト殿、以下同文でございます。おめでとうございます。ありがとうございます。記念撮影です。はい、ご同行の方、お取りください。はい、おめでとうございます。おめでとうございます。ありがとうございました。続いて、特定非営利活動法人大阪環境カウンセラー協会様、表彰状、特定非営利活動法人大阪環境カウンセラー協会殿、以下同文でございます。おめでとうございます。ありがとうございます。記念撮影です。はい、まずこちらお願いします。はい、撮影者の方、お取りください。はい、おめでとうございました。ありがとうございました。続いて、
九州大学水素エネルギー国際研究センター様、表彰状、九州大学水素エネルギー国際研究センター殿、以下同文でございます。おめでとうございます。記念撮影です。はい、撮影者の方お取りください。おめでとうございました。ありがとうございます。続いて高等エコライフ協議会様、表彰状、高等エコライフ協議会殿、以下同文でございます。おめでとうございます。記念撮影です。はい、撮影者の方どうぞ。おめでとうございました。おめでとうございます。ありがとうございました。続いて国立沼津工業高等専門学校と静岡県立工業高等学校の共同研究委員会様です。表彰状、国立沼津工業高等専門学校と静岡県立工業高等学校の共同研究委員会殿、以下同文です。おめでとうございます。ありがとうございます。記念撮影です。撮影者の方どうぞ。はい、おめでとうございました。ありがとうございます。続いて千葉商科大学様、表彰状、千葉商科大学殿、以下同文でございます。おめでとうございます。記念撮影です。はい、撮影者の方お取りください。おめでとうございました。ありがとうございました。続いて長谷アラン様、表彰状、長谷アラン殿、以下同文でございます。おめでとうございます。記念撮影です。もうちょっとこちら、はい、はい、じゃこちらから上からお願いします。はい、おめでとうございました。
ありがとうございました。続いて兵庫県立洲本実業高等学校ソフトエネルギー研究ユニット様。表彰状、兵庫県立洲本実業高等学校ソフトエネルギー研究ユニット殿、以下同文でございます。おめでとうございます。ありがとうございます。記念撮影です。撮影者の方どうぞ。はい、おめでとうございました、はい、ありがとうございました。おめでとうございます。南日本ハム株式会社様、表彰状、南日本ハム株式会社殿、以下同文でございます。おめでとうございます。記念撮影です。はい、撮影者の方お取りください。はい、おめでとうございました。おめでとうございました。ありがとうございます。続きまして国際貢献部門です。九州工業大学海外教育研究拠点 MSSC 様。これは全部読むんだったな。表彰状、地球温暖化防止活動環境大臣賞、国際貢献部門、九州工業大学海外教育研究拠点 MSSC 殿。貴殿は国際的な地球温暖化防止活動に積極的に取り組まれ、地球温暖化防止対策の推進にあたってその功績は誠に顕著なものがあると認められたので、これを表彰します。令和元年12月2日環境大臣小泉進次郎代読。おめでとうございました。では記念撮影です。はい、ご同行の方お取りください。おめでとうございました。おめでとうございます。ありがとうございました。政務官ありがとうございました。本日の受賞者の皆様には賞状とともに副賞としてトロフィーが贈られます。トロフィーはお預かりしました賞状とともにポスターセッション終了後お帰りの際受付にて皆様にお渡しいたしますので、よろしくお願いいたします。それではここで八木環境大臣政務官より受賞者の皆様方にお祝いの言葉を述べさせていただきます。改めまして皆さんこんにちは、ただいまご紹介賜りました環境大臣政務官八木哲也でございます、令和元年度地球温暖化防止活動環境大臣賞表彰式にあたり
一言ご挨拶を申し上げます。ご列席の皆様、そして受賞者の皆様、日頃より地球温暖化防止活動に尽力されていることに対し、心から敬意と感謝を申し上げます。近年、気候変動が一因と考えられる異常気象が世界各地に発生しております。これは人間活動の規模が拡大し、地球の限界を超えようとしているためであると分析されている研究もございます。世界全体で気候変動対策を進めることは喫緊の課題でもあります。環境、経済、社会の課題は相互に関連し複雑化しつつあり、世界は SDGs やパリ協定の採択により大きな転換点を迎えております。我が国では本年6月、パリ協定に基づく成長戦略として長期戦略を閣議決定いたしました。ここでは最終到達点として脱炭素社会を掲げ、これまでの延長線上にない非連続なイノベーションを通じて環境と成長の好循環を実現し、温室効果ガスの国内外での削減を行いつつ、経済成長を実現することとしております。脱炭素社会の実現のためには、環境問題だけでなく、経済、社会的課題の同時解決を可能にする新時代の政策デザインをより一層追求していかなければなりません。環境省としては、世の中を脱炭素型化かつ持続可能な形へと転換させていくことで、さまざまなイノベーションを引き起こし、それによって環境保全と経済社会的課題との同時解決を図りつつ、新たなマーケットを創出していく、そういった視点で政策を進めてまいります。本日受賞された皆様方の活動は、まさに持続可能な発展に向けたイノベーションの創出や社会実装の取り組みそのものであり、持続可能な社会の実現に向けての推進力になるものと考えております。今後とも皆様の活動がさらに発展し、脱炭素で持続可能な社会づくりが一層加速していくことを心から期待をしております。結びに受賞者の皆様をはじめ、本日ご列席の皆様のご健勝ご活躍を記念申し上げまして、お祝いの言葉とさせていただきます。本日は誠におめでとうございました。環境大臣政務官八木哲也、おめでとうございました。ありがとうございました。続きまして、受賞者の皆様を代表いただき、岩手大学環境マネジメント学生委員会前委員長玉木ほのか様より謝辞をいただきます。ご準備をお願いします。会場の表彰式登壇者の皆様、政務官選考委員の皆様、ご起立願います。政務官一歩前へお願いいたします。玉木さん、お願いします。ただいまご紹介をいただきました、岩手大学環境マネジメント学生委員会前委員長の玉木ほのかでございます。大勢の受賞者の皆様を前に僭越ではございますが、受賞者を代表して一言お礼のご挨拶を申し上げます。本日は栄えある令和元年度地球温暖化防止活動環境大臣表彰を賜り、誠にありがとうございます。また今ほどは
八木哲也環境大臣政務官様より祝辞を頂戴し、重ねて御礼申し上げます。地球温暖化防止活動環境大臣表彰は平成10年度から始められ、今年ですでに22回目となる大変意義深い賞です。この度私たちの活動を認めていただきましたことは大変喜ばしく、感謝の念に堪えません。さて、岩手大学環境マネジメント学生委員会は、大学および周辺地域における継続的な環境の改善に学生が主体となって参画し、持続可能な地域社会の構築に貢献することを理念に掲げる学生組織です。今回ご評価いただきました大学キャンパスの緑化活動、省エネ省資源推進活動、地域の子どもたちへの環境教育といった学内外における包括的な地球温暖化防止活動は、私たちの組織が発足してから11年にわたり先代の学生委員会から継承し発展を続けてまいりました。これらの活動が地域社会における二酸化炭素の削減、ひいては地球温暖化の防止に微力ながらも貢献していると考えております。日々の活動において私たちが痛感しておりますのが、若い世代が地球温暖化という環境問題に目を向け行動を起こすことの意義です。8年前、私たちの大学のある岩手県は東日本大震災により甚大な被害を受けました。当時小学生であった私たちは、今ここに生きているということ、何不自由なく生活できるということ、それらが何一つ当たり前で永続的なものではないということを深く胸に刻みました。そしてふるさとを100年先の子どもたちに残すために、私たち自身が地域のサステナビリティと向き合い、その向上のための努力を積み重ねていかなければならないと決意しました。16歳の環境活動家グレタ・トゥーンベリ氏が国連若者気候サミットで行ったスピーチは、世界中の人々に多大なる影響を与えました。私たちも今回の受賞を励みに、今後も地域温暖化防止活動を継続し、持続可能な社会の実現を目指してまいります。本日は改めて誠にありがとうございました。ありがとうございました。お席にお戻りください。皆様ご着席ください。以上をもちまして、令和元年度地球温暖化防止活動環境大臣表彰表彰式を終了させていただきます。皆様本日は誠におめでとうございました。